ダイーン。イエローじゃないですね。これは1ピードも見れないです、ね。さあ始まりました。マムタビチャンネル。よいしょ。よいしょ。よいしょしょ。はい、この番組はお酒とおつまみを楽しむ飲み旅から、はい、その街を知るをテーマに、僕ら飲み旅案内人がその街の魅力や飲み旅の楽しみ方をお酒と旅から深掘りしていく番組です。はい、はい、そんな飲み旅で案内人を務めさせていただきます。エンジンの中林トイです。ロカヤの夢丸です。ハンニャのカナダです。ちょっとね、こういろいろ行かせていただいて、はい、ちょっと肌寒くなってきたね。そうですね、日も落ちて、ね、うん、なのでちょっとあったかい掛川茶を。いや、これ本当美味しい。やっぱ全然違いますね、お茶。本当に香りから渋みというかね、うま、ん、み、わー、美味しい。すごい、やっぱこれうまいわ。これうまいですね。あったまるね、あったまる。はい、そんなね、掛川の飲み旅の締めスポットなんですけど、はい、こちら掛川食番楽円州屋さん本店にやってきました。円州屋さんも こちらですね、はい、あの静岡の駿河湾のしらすやカツオなどの地のものを使ったメイドイン静岡っていうのにこだわってやられてるメニュー豊富な居酒屋さんとなっています。いや楽しみですよ、ね、駿河湾といったら海鮮ですよ。今回はその今までのこの掛川編を振り返りながらやっていけたらなと思います。結構ね、いいお酒飲ましていただいてますから、うん、我々もね、今結構思い出できましたしね、うん、いろいろ美味しいご飯食べて、なんか体験もしましたからね。あ、うん、そうだ、ちょっとメニュー見ながら、ね、すごい、お茶、お茶の、うわ、すごい、え、掛川茶ハイボールとか、うわ、気になるっすね。茶、こ、茶飲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 、チャルピス、これめっちゃ気になりますね。チャルピスサワー、チャルピスサワー、カルピス、カルピスってことですか、ね、とのあれなんですかね。でもなんかブランデーっぽい、うん、ストレートで飲む時に出されるグラスみたいな、ね、確かに。あとは静岡茶割、茶割り、わ、茶割りもいいですね。絶対美味しいよ、茶割りなんて。いいですね。遠州の地酒もあるね。あ、地酒、熱燗とかでもね、熱燗いいかもね。俺、海運っていうのは今日ね、あ、なんかそう、何か所か行って開運ってずっとあんのよ、うん、結構出てきてますね。ずっと気になってたので、あそこの一軒目に行ったバケツヒア&コーナーさん、うん、のところも開運って書いてあるんです。ありましたね、ありましたね。そう、おすすめの飲み方で行こうかな。お、運気上げるためにも、そうね、うん、やっぱ運を開く開運でちょっと行きましょうよ。いいですね。じゃあ僕なんかちょっと、うんうん、掛川茶ハイボール行ってはいい ね、 いいですね。最近ソーダ割りとかこういう系ハマってるんで、確かに、おー、どんな感じなんだろうっていう、うん、え、中ちゃんは、僕このチャルピスサワー行ってみたいと思います。じゃあチャルピスサワー一つと、掛川茶ハイボールと開運をいただいていいですか。開運を、楽しみだね。さあ、来ましたよ。じゃあ行きますか。じゃあ乾杯、乾杯。すごいな、これ下に。あ、美味しい。買い物。うわ、どう？チャルピスは。カルピスも感じるんですけど、うん、お茶のほんのり、茶葉っぽいにのが、うん、カルピスとめちゃめちゃあって美味しいです。渋みが来たから、ね、でも甘みの方が強いですね、めっちゃ飲みやすい。どう？後味がお茶になるんですよ、うん、
ハイボールでシュワッときて、ウイスキーも感じるけど、最初ウイスキーの香りがファッて抜けるんですけど、うんうん、その後ふんってやると、うん、お茶のあの緑茶のね、万能だねお茶って本当意外と合うんだ、何にでも合うじゃん、うん、あすごい甘口ですか、めちゃめちゃ飲みやすい、ね、ね結構殻の方に近いと、結構ガツンってくる感じの、でも切れ味するとか非常に美味しい、美味しいです、これは最高じゃないですか、これうまそう、すごいこれ、これカナダさん言ってた駿河の桜エビです、おそらくそうだね、しかも桜エビを揚げて、最高ですね、かき揚げですよこれ、かき揚げてる、これが掛川シャモン、掛川シャモン、シャモンなんだ、シャモンも有名なのかな、駿河シャモン、駿河シャモン、駿河シャモン、駿河のシャモンってことで、駿河シャモンだ、シャモ食べたことないっす、初シャモ、初シャモですね、いっちゃってください、いっちゃいますか、うん、すごいやっぱうわいいね、めちゃくちゃいるじゃん桜エビ、綺麗に揚げてますねこれ、ね、これ結構すごいですね、サクサクよ、いいね、見てくださいこれ光ってますよ、じゃあいただきます、うわもう音がすごい、いい音、あっぱれ、あっぱれ、うまい、開運ですね、開運もめっちゃすっごいいる、うん、エビの香りがすごいきます、エビの桜エビのほんのりこの香りと、でさらに俺開運でよかった今日は、うん、めっちゃ美味しい、歯ごたえも抜群、うわいただきます、いや、ね、うん、うわ美味しそう、うん、本当にエビがいる、ね、めちゃくちゃうまい、すごいよね、よし、じゃあもういただきますね、たまんねたまんないね、これはたまんねこれ贅沢、この音がいいじゃない、うまい、なんかあれだね、うん、こういうサクサクのお菓子あるじゃないですか、うんうんうん、食感そんな感じだけど味ちゃんと美味しいぞっていう感じでやらせていただいて、これはやらせていただいてる、やらせていただいてると、これギリイエローじゃないですね、これはあのイシピードも見れないですねちょっと見れないですねちょうど柱で隠れてます、そうそうそう、すみません、おかわりもらっていいですか、早い、さすが、ちょっと次茶割りもらっちゃおうかな、お入ってきた、ついにかかってきたよエンジン、うわーカツオも分厚い、分厚さとすごい、ニンニク生姜ネギで、そうニンニク生姜ネギだ、結局うなってた、今の喉が今うーんってこれはうまい、贅沢、うわ、うわめちゃくちゃ脂乗ってる、ものすごい美味しい、いただいて、うわあうまい、笑っちゃった、疲労ぶっ飛びました、うん、うまこれはなんか本当に瞳孔開くよ、うん、うん、あこれは食べた方がいい、これは、ね、やっぱ駿河湾ってやっぱ有名なんですかね、そうなんかあの深さが急にあるから深海魚とかもいるから、うんうんうん、それでなんかいいらしいあれ今までの知識よりちょっと浅いですけど、海は深いんです、あ海は深いですからね、うん、急に薄い、そう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 、海広いから、そう海広いからいろいろ魚こだって、そうここだけだったら3種類ぐらいしかいないけど、そうそうそう、こんだけあったら、ね、うん、なんかいいね、じゃあ行きましょう。行きましょう。シャモ、シャモ、シャモ。行っちゃってください。じゃあ食べていいですか。初シャモでしょ。初シャモですね。じゃあいただきます。はい、うわ、うん。うん。
やらか、うん、なんかシャモだから、うん、結構ギュッてしてるのかなと思ったら、うんうん、柔らかくて、うん、噛めば噛むほど旨味が出てくる。うわうまい、これは酒が進む、ね、やっぱ掛川編めちゃくちゃ良かったね、うん、今回、うん、今回もう一発目 の、うん、あの第1話の、うん、バケツヒア&コーナーさん、うんうん、あのダーティーフライ、うんうん、美味しかった。あれ美味しかったですね。だって感動しましたもんね、食べて、うんうんうん、うますぎるっていう、うますぎたな。あれはもう多分絶対に今後家でちょっとやってみようかなと。あー作り方聞いたかな、ね、でも家でやったらちょっとまた全然違うんだよな。あそこで食べるからうまいみたいなとこもあるじゃん。ありますね、ね、うん、クラフトビール飲みながらだったからっていう。そうそうそう。あとキウイね、キウイ来ましたね、衝撃のキウイ農園、うん、キウイパーク、あれキウイ農園ですね、農園か、東京ドーム3個分の、いや広大だったし映え、うんうん、もう本当に映え映えだったもんね。映えでしたね、うん、やっぱあの軽トラの上半分ない、うわあれあれ今思えばみんなで乗っとけばよかったっすね。あれ映えだったね。あそこに乗ってこれ撮ってる、ここに羊がいるっていうキウイビールも美味しかったしね。美味しかったですね、あの場所で飲む。確かに美味しかった。あとどこ行ったの。あとは、うん、お茶を僕と野田さんで、あ、そう、行ったね、お茶の上に来ましたね、はい、カフェもおしゃれでね。そうなんですよ。あのまずお茶をいただいて、うん、その後にお茶のリキュール、え、お茶のリキュール、シャンパン風の、チャンペン、チャンペン、チャンパンっていうのがすごいね。チャルピスサワーとかチャンペンとか、確かに茶は万能だねどこの業界にも、そう、どの酒ジャンルにもこう入ってくる、うん、やっぱり日本人の一番の飲み物、うん、緑茶、茶、うん、でもやっぱ全然違いました、その静岡のお茶、うん、ね、確かに深みがもう、いや本当だ、これだけ飲んでも全然、掛川茶だけども全然違うもん、うん、本当に美味しいです、ね、全然違いますもん、うん、でこれ茶割りが、見てください、茶っぱのパック入ってるんですよ。本当だ、うわ、だからこれ何回も中身追加して、うん、あ、そうだ、できていくっていう。うわ、しかもカテキンがいいからね、うん、体にいいですから、体にいいからやっぱこれはいいですね。時間を置けば味濃くなってくるし、確かに、うわ、楽しめる。静岡最強説あるよ。いや本当に海もあるし、うん、山 でお茶もあるし、うん、全部海鮮系から肉から全部あるでしょ。ありますね。でフルーツもめっちゃあるし、うん、静岡おでん、そう、あと駄菓子屋さん、うわそうだ、水の屋さん、懐かしの気持ちになったしね、駄菓子屋さんでね、懐かしかった。300円持って握りしめていって、うん、そう懐かしいね。あのゼリーを久々に食べたんだよ。めっちゃ早かったですね。そう、美味しかった、あれはめっちゃ早かった。めっちゃ懐かしい感じだったもんな、うん、駄菓子でしか味わえない味ですよね、うん、あれ。そうね、あとは、うん、あ、マッコリ食べましたね。あれうまかったね。あれはもう僕の中では、うん、購入決定して、おー、でもそれぐらいスルッといったもんね、うん、本当にあれこんなんあるんだっていう驚きが、うん、いやマッコリやばかったな。確かにあれは確かに買って帰りたいですね。確かにめちゃめちゃ飲みやすかったです。なんかあの酸味の感じは独特だったよね、うん、なんか本場のマッコリともまたちょっと違う感じっていうかさ、うん、いやちょっと、うん、あの部分だけカットしてもらって、うん、人気になっちゃうと買えなくなっちゃう買えないから。いやでもこれ絶対マッコリ好きな人はあのマッコリ絶対飲んだほうがいい、うん、絶対飲んだほうがいいですね。で美容にもいいしね、うん、で締めがここということ。いやー美味しい、美味しいんだよな。最高ですね。全部美味しかった本当に、うん、お世辞抜きで、うん、ちょっと掛川強すぎるね。いや掛川めっちゃ好きになった、うん、これ本当にでもお世辞抜きで本当おすすめですよね。マジでいい。で何よりいいのが、うん、新幹線で、うん、来れる。あ、そうね、アクセス悪いとやっぱりどうしてもこうは、ね、なかなか行けないなって思うかもしれないですけど、うん、名古屋からだったら大体多分1時間半か、うん、ちょっとそんくらいで多分着くと思うし、こだまだもんね、うん、やっぱこの辺が人気になるの分かるわ。浜松も今すごい、ね、うんうん、来てますもん ね、そうなんですか。そう子供もめっちゃ多いし、そう観光地もなんかどん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 スポットができてって、そうね、うん、若い大学生とかがこう愛知県から車ドライブ行くとかあるんですよ、ね、今やっぱ岡崎藩としては浜松藩はね、まあちょっと
と昔からあるよね。まあやっぱりあの岡崎負けてねえぞっていうのはね、そうね、いまだにある。あ、そこちょっとライバル的な関係なの。そうそうそう、歴史上ね。岡崎全部と敵になっちゃってるから。そうそうそう、名古屋も豊橋も浜松も。確かに。なんならもう東海オンエアさんが出てきたことになると岡崎が一気にグッと上がったから。わ、岡崎と浜松で徳川家康公400年祭って、あ、ね、やってましたね。持つ400年やった時、うん、普通一緒にやるじゃん、うん、浜松と岡崎全く別やってたもんね。別日、もう本当に違うものとして、違うものとしてやってたから。ちゃんとライバルなんですね。そう、うわすごい。いやでもまあ、うん、もう平和的に ね、そこはお酒飲んじゃおうぜっていう。確かに、これ本当に皆さん掛川本当に来てほしいね。掛川の掛川の掛川にない思い出になりますから。掛川のないメンバーなんかうまいことを締めれないかな。掛川の開運掛川掛川掛川のない掛川の乾杯。とにかくいいよ、とにかくいいからね。あ、お願いします。ビターチョコレートとウイスキー一杯どうですかなんてなんて言っちゃったり。ん、なんですか今ちょっと。いや、違う違う、とんでもないもの今とんでもないもの取れましたね今。いい意味ですよ。いい意味で、いい意味で、確かに。